今日もちょっとラインダンス、これは静岡ではやってますけども、他の地域ではちょっと僕調べてないので分かりません。アースインランドファイヤーの今夜は ブギーワンダーランドダンスブギーワンダーランド、あの曲がかかると必ずみんなで踊る、ソウルラインダンスがあります。ちょっと今日はそれを紹介してみます。ハウスやったもんで足の裏痛くなってきた。まず、正面に向かってボックスを2回、右足から出ますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ。右足から前に寄る、後ろに下がる。今度もう1回右足ついたら左足がついてくるときに後ろ向く、で前について後ろでキック、また最初からだよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、前、後ろ、回って、前、後ろ、キック、ボックス2回、やって、前、後ろ、方向変えて、前、後ろ、キック。とにかく、前、後ろ、方向を変えて、もう一回、前、後ろ、キック、ここだけ覚える。で、また起こす。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。あれ？今、どっち間違った最後。あ、俺間違った。すいません。これね、細かいとこみんなね、いろいろやり方違うんだよね。特に後ろ向く時のやり方がみんな違うじゃん。俺は揃えるの。そう、揃えない方が楽だよね。揃えない方でやってみるか。前、後ろ、方向を変えて、あ、こっちの方が楽だ。これしよう。あとね、これは多分ね、僕一人しかやってないんですけど、ボックスやるときに俺足をこうやってやってる。ちょっとこうラテンダンスっぽい、ラテンダンスっぽい感じ。あ、何言ってるか分かる？分かる。あのさ、この前のラインダンスでさ、セックスボムやったの覚えてる？あれ、ここでもこうやって足開いてやるよ、後ろ下がってて、そう、ダウンダウン。俺好きなんだよこの足が。こうやって普通にね、みんなボックス、まあ普通の人はみんなこうやってボックス組むので、僕だけちょっとこう変な動きを、これやる、そう。足が疲れた時にこういう動きをやります。はい、ではブギーワンダーランドは著作権があるので使えないので、全く同じテンポで、ちょっと音に合わせてやってみようと思います。
初めてやらされるステップばっかり疲れるでしょ。あのできたところとできないところの差が激しい。じゃあ、まずお願いします。はい、チャンネルへのいいねボタンよろしくお願いします。まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。また SNS でのシェアもよろしくお願いします。よろしくお願いします。参加いただきます。では、アースウィンド&ファイヤーのブギーワンダーランドでございました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。